ありがとうございました。何でしょう、この並び。タイガーバームの食べ物食べる、バームクーヘン、バームクーヘン俺やそれ言うたらそう、あのホシミンから台湾お土産でいただいたんですけれども、もう北川先生が、ホシミン治療うまいんだよって言ってたんですよ。でちょっと信用できないなそこ信用してくださいでタイガーバーム使ってなんか特殊なやり方があるって聞いたんで、でちょうどいただいたじゃないですか、はあ、だからぜひちょっと彼でやっていただけたらなと、はいはい、でも佐々木先生の前でやるって、いやいやそんな、いや全然僕は大したことないな本当に、佐々木先生に来てる客全部取っちゃいましょう、あ取っちゃいましょう、あの ASS にしましょう、ASS サイスポーツという、はい、多分むちゃくちゃされるよここわかんねえウィークポイント見えるからはい、っていう感じで、はい、どこでもできるんですか、はい、なんかどこがちょっとチンコとかどうかな、スー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 ス欲しいっす。それそこは欲しみや。これ背中膝枕。膝枕。はい。ぜひちょっと。背中の。欲しみ、むちきやかんすよ。あれですね。結構、はい、タイガーバーの取り方もあれなんですね。え？あの男前に取ってくるんですね。そこでムチケンとかあかんすよ。ここっすね。ここっすね。それはムチケンいきますか。何で思うんですか。これはここ、はい、ここだけあの、うん、ここのここ。とここの色違うじゃないですか。ここに出てる色とこっちとこっちの色とで色とこことここと、うん、あとここ。待って今すごいかも。違いますよね。うん、色が。色。はい。色が。色が違うんだ。え、なんかでも今触られてて分かったわ。あ、そう。そこだけ今ホシミンが触ったとこだけ。うん、めちゃくちゃ硬いの、それ、それ、これ、ね、違うんですよ。佐々木には分からんか、色は分からんな、まだまだやな、ほんま俺でも分かったな、ほんま俺でも分かった絶対じゃない絶対ですよ。え、それ投げていいですか。今、木を通す、自分の木を分けます。え、分けちゃっていいですか。打ち剣ビンタが、できるかもしれん。すごこれどこでなった、お母さんのやつですか。お母さんとおじさんですね、はい、でこれを今、うん、うん、横島な木がありましたか。ありますね。あ、わかります。もう横島な木だけですね。横島な木だけ。最近そうなんですよ。どういうことや。左の股関節、はい、うん、大丈夫ですか。でも結構張るっすね、左の股関節。これね、左の股関節、うん、はい、こっから来てるかもしれないです。っていうことはここか、ここから来てる。やっぱちょっと対角線になるんですか。そうですね、対角線になりますね、まあ、結構ね、回るから、うん、あ、先生のお借りしましょう。もちろんです。時間かかっちゃうんで、サクサクっと。どっちがですか。ゴリゴリできる方。こっちですね。いいですか、はい、これ出るかな。ちょっと出なかったらこっちでいきますね。何が出るんですか。毒を。おお、もう出てきたね。出てくるんだ。あ、手忘れちゃった。長くなったのがどこですか。いや、この奥に。これ、ここや、ここや、うん、すいません、こっちの方が出るかもしれないです。本当はね、はい、あの、はい、牛の角。牛の角、はい、カッサボですね。そうそうそう、これですね。あ、やっぱタイガーバームの蓋って万能なんですね。そう、使いやすいですね。力が入りやすい。あ、なるほど。え、どういう感覚なの。え、なんかあのなんつうの、引っかかれてるみたいな。引っかかれてるの、ちょっと痛い。痛いですね。
おお。痛いな。これ本当はね、手でやるんですけど。手で行くんですか、これ。はいはい、ここまで。はい。私が未熟なんで、ちょっと時間かかるんですよ。お母さんやると早いですか。早い。早い、うちの王子とか。え、痛いですね。そうですね。で、これが、そうですね。箱奥にいるね。え、見てわかるんですか。いますね、はい。え、それなんで見てわかったんですか、今。これ、奥の色が変わってくるんですけど。奥の色。はい。これ、あ、今あ、赤いじゃないですか。はい、これはね、最近のなんです。あ、清潔。はい。だから。そう、あ、ドス黒いやつが昔のってこと。昔からずっとあるやつが、ボツボツ、ここにちょっとずつ背中のボツボツ治りますか。治らないっす。こんなあかんか。これちょっと今、うん、内臓が疲れているのもあるから。飲んでないね。ちょっと色違う。禁止症。黒いじゃん。はいはいはい。禁止症。禁止症。禁止症痛いな。これもね。あ、わかりますね。いやでも確かにこんだけやったらだるなりますよね。なります。さすがにここまでいかないもんな。気持ちいいの。へえ。そんで言うと今までやってんの。あと5時間ぐらいだね。全身出したらすっきりしますよ、3日後。めっちゃ気持ちいい。ああ、やっぱその肯定反応じゃないですけど。はい。ちょっとだるくなるのがあるんですね。あります。あ、ここだ。ちょっといいですか。はい。あ、普通にこの残りってやつですか。はい、とその下にちょっとここに こっちの方、これです。これあ、これ、これ、あ、これか、これ物が潜んでるんですよ。これ、はいはい、そういうの取りづらいんですよね。で、皮膚がちょっと慣れてないと、こうやっぱり皮膚をこう引っかいてるというか、うん、出してるじゃないですか。北川先生みたいな皮膚がいいと思うんですよね。そういうわけでもないですか。また違うんですか。あれは伸びちゃうから違う、またちょっと違う。これね、はい、あのやり方があって、はい、ただこうやるだけじゃなくて、はい、中のものを引っ掛けていく。そうなの。掘るってイメージですね。あ、そう、はいはいはい、で、これだからちょっと痛いんですよ、あの残りが。なるほど。水牛とか、あと陶器があの、そんな皮膚に優しい、はい、とね、ちょっと色が、はいはい、はあ。これでも結構あの台湾の人たちは皆さんご存知、うん、あ、そうなんですね。だと思う。台湾行ったらこれ結構できる人いるんですか。多分昔の人はね。ああ、ここの上、はい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 、それさっきの上のやつですよね。そうです、はい、いや、すごいな。これでもっと出すともっと黒くなるんですけど、はいはい、そうすると多分本当に 4,5 日だるくてダメなんで、はい、まあ、出しすぎず、それを出すっていう表現するんですね。そうですね。あの、どうなんだろうね。うちの母が、そう、あの日本語にした時に出すって言ってるから、はい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 、なんかこのトランス、こうなんですか、通訳の違いはあるかもしれない、うんうんうん、あ、なるほど。本当は出すって言わないかもしれないけど、まあ、日本語的になったらそういう感じってことですね。そうですね、はい。でも出してるから出すなんでしょうね。出すでしょうね。こっちの方は全然色違いますもんね。そう、ちょっとね、こっちばっかりやるとね、あれだから反対もね、やっとかないと。全然痛くない。反対ね、全然一回流すだけでもやっとかないとダメなんで。なるほど、はい。うん、すごいな、見てわかるんですもんね。そうですね。これがね、痛ね。今ふうかさん皮潰しました。なんでわかった。え、ここにいんだよ。ホシミンがここにいるね。今神タイミングだった。そうそう、おった、うん、ここにいるね。ここにいます。いるねですね。はい、ここにいました。いや、色で、それも色で分かったんですか。あ、はい、色でいった。いや、そりゃ色、まあ、でも比較的いい背中ですよね。そうですね。いや、そうでもなさそうよ。いや、こっちの早いですね。早い、これそんな色ちゃう。全然違う。せや、だからこれはもうもっと奥なんですよ。
もっと奥にいるから相当ちょっと残ってる、ね、あってことですね。こっちの方が出やすいから表面取るんですよね、はい、で、あ、でもないな、だいぶ減ったな。あ、でも結構厄介なんですよね、だからこの子が奥にいるから、うん、また多分ね、ちょっとしたら上がってくるんですよ。はいはいはい、ね、そうじゃないですかね。わかります、わかります、ね、あれなんで、はい、はい、はあ、でも見て色が違うっていうのはすごいですね。いや、そういう見方しないから。痛い。はい。そうなんですよ。あ、まあ、触ってとかのあれはありますけど、痛い、まあ、引っかかり方とかもあったりしますけど。ちょっと気を通さんか。はあ。さっきまで寝れそうやったのに。これちょっと痛い。はあ。くわいって。痛いわ、うん、痛い。これはこれちなみになんですけど、はい、下やっちゃいけない理由って何ですか。下は皮膚が弱いんですよ、うん、皮膚が弱くて、はいはい、出る前に皮膚の方がおかしくなっちゃう。ああ、なるほど、耐えられないってことですね、はい、これ背中って強いじゃないですか、はいはいはい、なんかこう前面もダメなんですよ、弱いから。ああ、なるほど、じゃあこっちはいいけど内側はあんまり。ああ、ダメと。そう、この辺は大丈夫だけど、ここはダメダメとか。ああ、なるほど、はい、なんでそこは出さずに、うん、もう本当に通してあげるだけ。今こうしてどうぞやつでしょうね。ここ見て、うん、すごい色してますよ。そんなに色、はい、はい、そう、はい、すごい色してますよ。紐取りましょうか、ズボンの。あ、お願いします。明日だるいっすよ、大丈夫ですか。大丈夫です、もう追い込み終わったんで。あ、よかった。明後日もだるいかもしれないです、大丈夫ですか。もう大丈夫です、追い込み終わったんで。それしか言えないですよね。いや、絶対そんなにやりづらいですもん。そこの、うん、僕、まあ、骨のあるじゃないですか、凶器は、もう、ガッていくんですか。角度を変えながら、はい、押す角度を変えながら、うん、こういくじゃないですか、はい、さあちょっとこっちにずらして、骨を越えてから、また戻したい、うん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 、いや、でも春っすはやっぱその辺自分はめちゃくちゃ。そうね、でもなかなかね、あの某 SSS の人取ってくれないですよ、ここ。なるほど、ほんまに。ここはね、難しいっすよ。取ってくれないっすよ。HSS。そう、HS。HIS。で、ここね、結構ね、ちゃんと佐々木先生やってくださってますよ。お、あの、うんうん。この、色を見た色よりも、出てくるものが悪くないので。おほしみに認めていただきました。先生、ありがとうございます。先生、先生。いやいやいや。いや、でもやっぱ色で見れるってすごいですね。いや、本当にパッと見た瞬間わかるんですか。わかるですね。あの、洋服着てってもわかります。それも色関係ないですよ。あの、今サングラスしてないフルコーンは、はい、どこは。背中で言うと、はい、右の、はい、この辺と、はい、この辺じゃないですか、うん、それと膝のこっち側、左の、左、お、正解です、はい、左のそっち、確かに色黒いですよ。あ、そうか、黒い、何、いや、色変わってるわ、うん、そ, うそうか、あとランニングしてるから、ちょっと出せる、ね、はい、そのせいか、だから右側がちょっとあるじゃないですか、はいはいはい、あ、そうです、さっきも走ってて右の方がうまく使ってない、うわ、気持ちいい、それ。映ってる背中、これ映ってません。ちょっと映してたよ、うん、いや、もうほら、ちょ、またほら、ここはね、うん、あ、首もいけんすか。うわ、はい、それはやばいな。うわ、髪の毛痛い。そう、髪の毛痛いの。そう、髪の毛痛い。やば、私だから自分でこうやります、切ってから。あ、なるほど、産毛を切ってから。ここがさ、いったー、髪の毛。ここがね、髪の毛以外は、え、以外も痛い。くぅ、毒出てます。これね、多分ね、大丈夫ですね。おお、なんか、あの、思ったより、ここやっぱたまるっすよね。うん、そこはね、たまりますよね。思ったより大丈夫ですね。思ったより、あ、これは大丈夫だ。思ったより、ちょっと反対もやっていきましょう。あ、寝れそう？寝れそう。嘘つけ。ちょ、ほんま寝れそう。こんな痛いのに？
どうやって出んのこれ。引っかかるやつがいいんですね。奥田、引っかかるんじゃなくて掘れるやつがいいんですね。掘れるやつがいい。スプーンとかいいんですか。あ、スプーン、鉄のはダメですね。ステンレスなの。ステンレスできれば、あの陶器、そう、レンゲの、あの陶器の、はい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 、昔、今はもうプラスチックが多くなっちゃいましたけど、これ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 、ほらこれこれ、ここにいるんですよ。これだったら引っかかんないもんな。助けて。これ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 ね、左の関節、むちゃむちゃされてるやん、お前。この左の関節、股関節に関係してますね、これ。マジっすか。はい、これこれ、ほら、ここにさ、どうしようかな。なんか背中の首も痛い。これこれこれ、ここにいるんですよ、ここに。これちょっといいですか、ほじっておこう。ここにいる、これこれ、ここに、ここの、これですよね。はい、ここにいる、いる。滑りやすくなっちゃった。あと痛い。それ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 。痛い。でもさ、痛い痛い。こっちの方が深い。深い深い。マジで深い。ちょっとやり方変えるわ。やり方変える。これを深い。マジで深い。なんていうんだろう。ホシミンのやつは痛いけど、太陽という心が生まれる。うん。これ。ほじる、あ、分かる気がする。今の、でも今の、それいいわ。そうそうそう、あの本当にゴリゴリほじるんじゃなくて、はい、ちょっとこう、そうそうそう、似てる、うん、似てる。そう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 、引っかかったところでこう持ってくるってことですか。そうそうそう、やりやすいでしょ。やりやすいですね。やりやすいんすよ。それ1個2万円で販売してる。いろんな蓋試したんですけど、これがタイガーバー、タイガーバーの蓋、しかも頑丈っすね。そう、折れないし、こうへなチョコにならない。2万円のところ今なら5000円でいいっすよ。うん、あ、で、いろんな角度変えてる、ね、そうそうそうです。アプローチ変えて、はい、あ、そう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 、いただけたよ。なるほど。いかがでしょうか。いや、めっちゃ面白いですね。ちょっとこれでさ、うん、ちょっと叩きますよ、いいですか。はい、虫が分かんすよ。はい、大丈夫です。大丈夫です。で、あの、お水がちょっとお湯かを3口飲んでください。ゆっくり。先生の治療はこれ終わりです。はい。もうこれ何だったら大丈夫ですから。はい、これで帰りに、あの、受付でお金だけ払っていってください。わかりました。はい。わかりました。聞き分けいいやつやん。え、でもどう？いや、ちょっとね、軽い。軽いっていうか、ふわーっとしてる。ダルさん、ダルさんは今のところない。これね、全然平気な人もいるし、ああ、もう次の日にだるくなる、その2日後にだるくなる人もいて、ゆっくり飲みました？はい、飲みました。本当かよ。ごくごくじゃなくて、ごっくりごっくり。はい、いただきました。はい。うわ、色変わってる。いやいや、エッグ今更？今更じゃなくて、見えてない。見えてない。エッグ、こんなことしたんですか。これは施術なんで、あの、うわ、すっごいですよ、はい、めっちゃ動くの。いや、楽かも、めっちゃ楽。いや、そこ閉じようかな、俺も今度から。これね、あの、フルコンさんはね、ここをやった方がいいですよ。はいはい、フルコンさん、本当にここ、はあ、ここと、ここ見え、何で見えるんですか。動きを見たら分かる。これ、表側は悪いとこないですか。表側は顔表側は内臓につながるので、はい、内臓が悪いですか。ちょっとあのちょっと打たれ疲れてるんですね。テキラ飲みすぎ、うん、あ、酒飲みすぎか。酒飲みすぎですよ。なんだ、はい、だから禁酒しとんねん。ああ、そっか、そういう風に見えてくるんですね。え、まだ見えてないですか。いや、見えてないし、なんかあの、普段は見ないようにしてます。見えちゃうから、気になっちゃうから。佐々木先生はちなみに悪いとこってどこですか。ちょっと、あの、うん、だって今っ今まずいじゃないですか。で、状態はまあ、うん、でも女癖はしてきましたね、うん、前は行って、まあ、何が一番女癖。首
やっぱそうですね。首と膝とかかと。かかと？かかと。どんなですよ。かかと。膝。膝、そう。とかかと。かかと。かかと。かかとって、うんうん、あの結構いろんなものの、あとかかととね。すげえ楽。ここ、はい、これこの辺、はい、この辺ちょっとマッサージした方がいいんですよ。ここにだんだんこの残りのタイガーバームがついてるからめっちゃ滑りますね。そうそうそう、はい、この辺この辺これここに、はい、もしかしてまだ意識がこう自覚がないだけだと思うんですけど、はい、これちょっとほぐしてあげた了解です。はい、疲れが取れにくいから、うん、これをやってあげるとちょっと。そうします、はい、左は大丈夫ですか。あ、左持つか、はい、自分ないですか。足は大丈夫じゃないですか。はい、大丈夫です。もう今ねクローズしちゃったから、はい、福地先生の大丈夫です、はい、確かに、はい、では、はい、めちゃくちゃ面白かったです。あ、本当ですか。こんな大丈夫ですかこれ。いや、めちゃくちゃ首楽になって。あ、よかった。めちゃ、もうしやす今ビンと食らった。ここまで余計でさ。やってみる。よかった。それビンタ食らったって言わんで。目隠しても。目隠ししてもビンタ。ビンタ避けれる説。また痛なるから。ありがとうございます。で、これは普通の人は受けれないですよね。受けれる。やってないですもんね。やってない。そうですよね。あの仲間内で、はい、ちょっとどうしてもって言われた時に。はいはい、なので、はい、あの星見と仲良くなってください。はい、めちゃくちゃ本当に星見、あのストーリーの親しい友達に入るぐらい仲良く具体的やね。ね、そっちの方が分かるでしょ。分かりますなんで、いや、ありがとうございました。え、出しちゃっていいですか。なんか問題あるかな。全然。お、じゃあ、はい、すいません、はい、出しちゃいます。ここまで取っといて出しちゃっていいんですか。何の確認や。最長さ、はい、社会的に、はいはい、うちの母がね北川先生のところで出してるから。ああ、そうやってましたもんね。そう、出すな出すな言ってる。自分が出しよるわと思って。じゃあ、あの初公開だと思うんで、あ、はいはい、あの星見すごいんだぞっていう回でした。いや、すごいわ、はい、やった。いや、めちゃくちゃ楽なんですね。本当ありがとうございます。ありがとうございました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 。